海上訓練指導隊群とは、海上自衛隊の護衛艦隊に属する海上訓練、指導部隊であり、司令部は神奈川県横須賀基地に置かれている。海上訓練指導隊群指令は一等海佐をもって当てられており、幕僚が補佐する。第1から4海上訓練指導隊を、横須賀、呉、佐世保、舞鶴海上訓練指導隊に解消し、 海上訓練指導隊軍令下に編入。第11海上訓練指導隊が廃止。大港海上訓練指導隊を新編。横須賀佐世保戦術訓練総重要隊が廃止。誘導武器教育訓練隊を海上訓練指導隊軍令下に編入。誘導武器教育訓練隊を水上戦術開発指導隊に改編。 横須賀、佐世保海上訓練指導隊の対戦戦術化を廃止。対戦戦術訓練装置の運用と訓練指導は、水上戦術開発指導隊に移管された。司令部は、横須賀基地荒井地区に設置されている。また、自衛艦隊司令部の編成を参照。海上訓練指導隊群は、5つの海上訓練指導隊及び、水上戦術開発指導隊からなる。 海上訓練指導隊は自衛艦等の乗員に対する訓練の指導、並びにそれらに必要な調査、研究等を行う。水上戦術開発指導隊は自衛艦に装備された誘導武器や戦闘式システムについての教育訓練及び訓練協力、対戦戦術訓練装置を使用した護衛艦に対する訓練の指導、並びにそれらに必要な調査、 研究等を行う。ありがとうございます。